突然ですが、ここで質問です。こちらの石像、何だと思いますか？正解は、こちらのお社で立派にお勤めをしている、ちょっと可愛い狛犬です。狛犬は、一般的には、ちょっと怖い顔をした猛獣のような石像ですよね。その起源としては、聖域を守る聖なるもので、神や王の守護神としてのライオンだったようです。実は、口を開けているのが獅子で、閉じている方が狛犬なんです。ただ、例外的もあるそうなんですが、飛鳥時代に日本に伝わった当初は、獅子が2頭だったのが、平安時代になって、獅子と狛犬の一対として置かれるようになったそうです。ただ獅子も狛犬も、その形相たるや、すごい迫力ですよね。こちらの狛犬は、依頼を受けた方が狛犬を知らなかったため、口伝えのみの想像で彫ったためと言われています。台座には、宝暦13年11月、1757年に奉納されたことが記されています。
Thank you.